楽市場である日本があったからっていうことがすごく大きいと思うんですね、はい、まあ、チャレンジしやすいですし、しかもあの冬のソナタというドラマをきっかけに、ね、韓国のエンターテインメントに対してこう比較的受け入れやすい環境のあった日本で成功することで、それを足がかりに世界へというのはあったと思います。なるほど。